レトロゲーム大好き、リサイクルショップ大好き、親父でございます。実はですね、ハードオフ行った後なんですけども、トレジャーファクトリーというねリサイクルショップ、これはね、私は千葉にはあるんですけど、埼玉、茨城はどうだったかな、埼玉で一回見た気はするんですけどね、まあ、全国展開されてるかわからないんですけども、トレジャーファクトリーというリサイクルショップがありまして、で、まあ、ゲームもね、まあ、ゲーム全然置いてないところもあったりとか、まあ、私が今回行ったところはゲームとかおもちゃとかまあ置いてあるんですけども、そんなにね量が多くないんですよ。なので前回行ってからかなり間が空いた感じになりました。で、まあ、久しぶりにねあるハードオフに行った帰り道がちょうどその道を通るっていうことで、じゃあちょっと久しぶりに行ってこようかなと思って行ってきたらね、結構いいもの購入できたんで紹介したいと思います。お店自体もね、ファミコン、 DS、 PSP、 3DS、 PS3、 プレステ2までだったかな、入ってて、こういうね本棚みたいなのがあるじゃないですか。これのね、まあ、6段ボックスみたいなとこの中の3段ぐらい入ってたかな、 DVD とかそういうのも入ってたんで、でいくつかまあちょっと気になるものもあったんですけども、そこまでうまみがなかったりとか、あとは袋閉じじゃないわ、ビニールで留められてるんで中の確認できなかったっていう部分もあったんでね、ちょっと悩んでやめたものもあります。それではね、早速紹介していこうと思います。まずはね、こちらでございます。ファミコンソフトのねキャッスルクエスト、こちらはね持ってなかったんで、でお値段が、あ、こちらですね、はい、480円。480円税込みってことで購入してきました。いくつかね箱付きソフトあったんですけども、こちらはね確か駿河屋さん価格で1500円ぐらいしたんで、ちょっとうまみがあるなと思って購入しました。ビニールがついてるんでね、少し綺麗には見えてます。早速ちょっと開けていきます。はい、ってことでね開けてみました。よく見るとね、引っかき傷がちょこちょこあります。角つぶれとか、まあ、すれ的なものはそんなにないんですけど、ここでね、後ろなんかもね、ちょっとこれ分かるかな、ほら、これ分かると思います。あと、こっち側もね、ちょっと傷がついております。このゲーム、私知らなかったんです。ゲームは知ってたんですけども、どういったゲームかっていうのは知りませんでした。実力プラス、運で勝ち進め、新感覚ボードゲームということですね。まあ、早速ちょっと開けていこうと思います。帯ついてますね。こっち側も開けてみましょうか。いくつか他にファミコンソフトあったんですけども、他はねそんなにうまみがなかったんでね購入しませんでした。でその一つの理由がビニール、今みたいにビニールでね閉じられてるんで、説明書とかが分かんなかったんですよ。だからこれで入ってるようならちょっと購入しようかなと思って。あ、いいですよ、はがき等はないですね。こちらハドソンのゲームですね。袋に包まれております。説明書も見えますね。説明書はね、まあ経年の劣化って、まあそれでも袋に入ってるんでとても綺麗なんですけども、備品っていうほどではないかな。ただ折れがあったりとかシミがあったりとかっていうのはない感じです。カートリッジの方です。あ、カートリッジは綺麗ですね。でも後期型っていうか、このザラザラタイプですね。ラベルのハゲもないですし、とても綺麗です。あ、いいですね、裏側も綺麗だわ。端子部分ちょっと見てみますね。これで見えるかな、これじゃちょっと見えないかな。ちょっと私の目で見ますね。端子はね、
でも、それなりの使用感はある感じですね。めちゃめちゃ擦れてるっていうわけではないです。これでもパッケージ結構かわいいな。はい。これでも480円だったらなかなか良かったんではないでしょうか。で、実はね、このゲームコーナーじゃなくてね、いろんな電化製品の、要はイヤホンだったりとか、テレビのリモコンとか、そういうのがね、壁にかけて売ってるところがあって、そこを何気に見ててね、発見したのがこれなんですよ。ゲームボーイアドバンスのね、ゲームボーイアドバンスの抱き合わせ的なやつでね、6本ゲームが入ってるんですけど、それがこちらほら、お値段が480円ってことで、で、もう購入した、なんで購入したかって言ったら、もうすでにこの、ほら、ポケモンのサファイア入ってるでしょ？これ結構高いんで、で、これ裏返すと、ポケモンのルビーと、多分これエメラルドだったと思うんですよ。それだけでももう十分に、まあ多分1本で元取れると思うんですけど、で、ちょっとお値段わかんないんですけど、牧場物語も入ってるから、これもね、牧場物語もね、面白いゲームなんで、これはもうすでに勝ってるなと。で、ここのね、中にね、もう2本入ってるんですけど、これをね、あえて見ないで、開封するときにね、一緒に楽しもうと思って、購入してきましたんで、これをね、開けていきたいと思います。もうこれすでにね、勝ちが決定してますんで、こういうのがね、なかなか私こういう掘り出し物っていうのがね、そんなにないんですけど、今回ちょっとね、テンション上がっちゃいましたね。早速ちょっとね、ずるずるずると、ずるずるずると出していこうと思います。はい。さ、早速見えてたものね。はい。ポケットモンスター、映るかな？はい。サファイアですね。状態は悪くないですよ、そんなに。まあ、刺し傷とはもちろんありますけど、ラベルが焼けてたり、剥げてたりはしてない。ポケモンは特にでも電池が切れやすいってことなんで、そこら辺のところはね、わからないですけども。でも、いいんではないでしょうか。はい、続きまして。ポケットモンスタールビーですね。こっちも同様に、剥げとかないですね。刺し傷はありますけども。こちらも時計がちょっと心配ですけどね。これすごいでしょ。で、もう一個、はい。ポケットモンスター、エメラルド。やっぱエメラルドでしたね。これはこういうデザインなのかな？そうだね。こういうデザインなんだね。うん。もうね、ポケモンが高いっていうのはね、のみ太郎さんが教えてくれてたんで、もうこれだけでも元は通ってると思います。じゃあ、見えてるやつね。はい、さっき見えてました。牧場物語ですね。これももう見えないのよ。ミネラルタウンの仲間って書いてるのかな。これがね、いくらつくのかなっていうところですね。あ、端子とか見てなかったな。でもまあ大丈夫そうだな。はい、続きましてがこちらでございますね。これがもう見えてなかったやつ。これはなんだ？バンプレスト。ドラゴンボール Z ですね。漢字4文字ついてます。なんて書いてんだろうな。武空刀、なんとかって書いてある。刀劇って書いてるのかな。これはちょっと全然わかんないんで。で、最後の1個がね。あ！これあれじゃない？この間、のみ太郎さんの動画で、でもあののみ太郎さんの動画は古いやつだったかな。ピチピチピッチね、完品だと高いって言ってた。これピチピチピッチってなんだろうな。これでも結構綺麗よ。これひょっとしたら行くかな。
はい、ちょっとね、お値段調べてみたいと思います。いつもの駿河屋さんのところでちょっと調べますね。はい、ってことでね、今駿河屋さんでお値段を調べてきたので、ちょっと紹介していこうと思います。まずね、安い順からいこうか。はい、牧場物語、ミネラルタウンの仲間たちでしたね。こちら400円。はい、ドラゴンボール Z の武空闘劇。こちらは600円。逆だったかな。多分そうだと思います。で、ちょっとね、ピチピチパーティーはちょっと一回置いときますね。続きましてね、ポケモンのサファイアが800円。ポケモンルビーが1250円。だからもう、牧場物語以上は元を取れてるんだよね。はい。で、こちらですね。ポケモンのエメラルド。こちらがね、なんと3200円。高いね。すげえ高いな、これ。まあ、電池はどうかわかんないですけど。で、最後に、先ほどのね、このピチピチパーティー。ピチピチピッチはね、3タイトルぐらい出てまして、こちらはね、1040円でした。裸でね。ただ、完品であると4700円から5000円ぐらいついてたんで、やっぱりお高い商品なのかなっていうふうに感じました。はい。ってことでね、今回ね、やっぱりリサイクルショップって、例えばハードオフとかブックオフさんって掘り出し物もあるけども、こういった個人系、まあトレジャーファクトリーさんは個人系ではないんですけども、やっぱりリサイクルショップっていうのは量が少なかったりするけど、やっぱりね、当たりが、お宝が眠ってるんじゃないかなっていうね、そういうのを感じる、ゲーム紹介になりました。今紹介したね、ゲームボーイアドバンスも良かったですけども、こちらのね、キャッスルクエスト。こちらもなかなかいいものがね、購入できたんじゃないかなと思ってね、私、大満足でございます。今回買わなかった他のタイトルもね、ちょっと今みたいな感じで説明書とかしっかりついてるんであれば、まあ、うまみはそんなにはないんですけど、購入をね、してこようかなというふうに考えてます。一個気になったのはね、ここ最近言ってました 3DSLL。これがね、アダプター付きで、箱付きで5800円だったんですよ。商品見てこなかったんで、傷だとか、あとはまあボタンのね、効き具合とかっていうのはわからないんですけども、まあ、ガラスケースからね、ちょっと出してもらって、見てみようかなっていうふうに、ちょっと感じてはいます。保証とかがどうなのかちょっとわからないんでね、まあ、そこら辺聞いてからなるんですけども。ただまあしょっちゅう行くところじゃないんで、まあ、タイミング次第で行った時にあったら見せてもらおうかなっていうところではあります。やっぱりね、ゲオとかそういうところで買った方が保証が強い気がしてる部分もあるんでね。まあ、ちょっとそこは考えております。というわけでご視聴ありがとうございました。今回はね、トレジャーファクトリーさんっていうね、リサイクルショップに行ってね、お宝購入してきたという紹介になります。皆さんもね、ちょっと個人経営でやられてるようなリサイクルショップね、飛び込むにはちょっと勇気がね、いるんですけど、お宝が眠ってる可能性あるんでね、足を運んでみてはいかがでしょうか。以上でございました。ご視聴の方ありがとうございました。レトロゲーム大好き、リサイクルショップ大好き、おいじでした。それではまた、コンティニュー。